サプライチェーンオペレーションというお仕事は、あの、一口に言うと,、えー、と、製造から出荷まで、お客さんに提供するまでを一連の流れを見て、それをこう、モニターするお仕事です。でサプライチェーンの中でも、中に細かく分かれておりまして、調達だったり、営業だったり、分析だったり、いろんなお仕事がありまして、その中の各分野に、 特化してお仕事をすることもあれば、全体を見てサプライチェーンのスペシャリストとして、あの、お仕事をするという形もあります。